どうもボビーアドレザーのボビーです。ですね、今回はですね、今回もアトリエからお届けしております。今回ですね、このスカーフね、スカーフリングですかね、どっちか言ったらね、滑り落ちない、やっぱこうシルクのこう何ですか、スカーフとかでこうやっぱ滑り落ちたりとかしてね、僕も昔はこういう指輪を使ってですね、シルクをスカーフでこう止めたんですよね、こうシュッとね。だけどもう電車に乗ったりとかしてる時にですね、ストンと知らん間に起こってしまって、痛い目に遭ったことが何回もあって、泣くに泣かれへんような、そんな思いながら、そんなことがあって、ずっとね、あんまり使ってこなかったんですけども、でまあ数年前にこういう土台を見つけてですね、スカーフリング用ので、これで、まあこちらボビーアドレザーなんで、ワニとかヘビとかトカゲとかですね、そういうエキゾチックレザーと言われる革があるんですね。そのまあちょっとこうアッパーなっていうか、非常にレアなっていうか、そういうのをこういうふうに巻いてみて、これはまあ亀を巻いてるんですけども、でそれでこう使ったらですね、非常に何かポイントにもなるし、いいアクセントにもなるなと思って、それで、ただまあこのパーツもですね、ずっと廃盤のものを僕当時買ったので、だけど何か作りたいなと、いつか作りたいなと思ってずっと探してたんですよね。それで、今回、こういう感じでですね、これはまあたまたまパッとこう掴んだからですけど、アザラシの皮なんですけどね、とかそういう風なのをですね巻いて、まあちょっと似てる感じなんですけど、ちょっとこっちの方がシンプルなっていうか、使いやすいようなね、まあ、小指に入れたらまあ指輪にもなるかなって感じですけども、11号リングぐらいですね大体。これをですね、ご紹介がてら、滑り落ちないね、つけ方、それをですね、このトルソーを使ってですね、ちょっと実践してまいりましょうか。はい、いきますね。まあほとんどこう飛びっぱなしなんで、そのままいきますけどね。はい、例えばまあスカーフとかですね、だいたい90センチぐらいやったら、まあこういうリング使わなくてもまあなんとかこう祝えてね、いろいろできるんですけども、それがこうハンカチぐらいの大きさっていうか、これも50何センチなんですかね、これ60センチぐらいですかね、だいたい70センチぐらいまでがだいたい使いやすいかなって感じですね。でまあよくこういうちょっと短めなんで、で首にかけるにはちょっとこう窮屈な感じがするというか、まあいろんなね巻き方はこうあるんですけども、こういうふうにしてこうね、だけどまあ首にかけるときにね、使い方をまあちゅうかこれを使い方っていうか、これを動画に残そうと思います。はい、そうですね、例えばまあ今ちょっとこう立ったままなんで、ですけども、こうバイアス折りに、まずねすればなと思います。まあ立ってる状態なんで、ちょっとこうまず三角のねこうね、でまあまあ腕にですねこうしてね、これちょっと短いからあんまり、あれですけど、まあこういう感じで、こういながらですね、ノットを作っていくんですね。まあこういう感じで、まあ、ちょっと短いんでちょっと頼んない感じですけどもね。で、まあ上に、かけます。で、せっかくやから2色かかったターコイズ、ちょうどターコイズのね、それでダイヤモンドパイソンがあったんでね、これもパイソン柄ですからね、これシルクスカーフです、ちなみにね。でこれをですね、簡単に僕が落とした理由っていうか、よくリング使う時にね、これダメな方ね、ダメな方、まずダメな方、まずよくあるのがこういう感じで止める感じでね、分かりますかね、下からロッドからそのままスッと、これやったらね、まあとまあ仮には止まりますけど、なんかバッグ持ってこう動いて、なんか
いろいろやったらねスルッと落ちます。まあこれは軽いんで、まあ落ちにくいかもしれませんけど、あの大体スロンストンと、あの無意識のうちに落ちますね。であとまあ落ちないかないのは、まあこれとこ交差するね、よくリボン結び的な感じでね、こういう風にまあ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 これもあるけど、まあちょっと可愛いかなって感じですね。これでもまあね、OK は OK なんですけど、まあちょっと可愛らしいじゃないですか。うん、まあまあいいんですよ。それもちょっとこうスーッと行きやすいです。やっぱりその生地感がどうしてもこう滑らかなんでね。で、この使い方なんですけど、まずこれから今からが本ちゃんね、まずまあどちらからでもいいんですけど、まあまあこうんーとまあここね、見えますかね、ここにですね、こうつまみますね、ノットン、あのここをこうつまんでね、でこのリングにこう通すんですね。わかりますよね、見えます、こう、まあ、大げさに言うとこの輪っかを作るんですよ。このここに輪っかをね、こう輪っか作りますと、輪っか作ってこの輪っかにこのノットこからこう入れ先っちょからこう入れるんですね。でこっちを止めていくと、ね、ギュッとこう止めて、でもずれ落ちない使い方ができますし、わりかし決まりやすいですね、うん、これだったらまあね、夏場とかでもちょっとこう使いやすいというか、うん、こうちっちゃいねタイトなやつは、まあまあ目ら回しながらやからちょっとあれだけどね、まあこんな感じでね使います。まあそんな感じで、でも抜く時もね、ここからスッと抜けばいいですしね。あとまあちょっとバンダナとかやってみましょうね。これちょっとバンダナはもう多分特に男性の方とか持ってると思うんですけどね、まあ僕もこれバンダナはね普段僕あんまり使わないですね。お弁当にとか、あとキャンプとかそういう時にね、なんかこう熱いもの掴む時に使いますけどね。これもちょっとこれはちょっと今皿なんでちょっとかなりゴワゴワしてるね。これ無理あるかな、これもちょっと無理あるかもしれないけど、まあこの場合はまあこれでもいけるんじゃないかな。これでもいけんことはないかもしれんね。まあこういうなんていう針、まだ生地に針がある場合はまあこれでもまあいけんこともないかなって感じかな。まあまあなんていう生地感に張りがあるから、これまあ使ってクタクタになったら、まあさっきみたいにまあこれでもまあここ入れてね、ちょっとまだ腰が生地に腰があるからね、ちょっとこれ今はまだあれやけど、まあこういう感じでね、使えるんじゃないかと思います。まあ種類とかこういうのね種類はまだ、いろいろ巻けばね作れますし、でまあラインナップもウェブショップの方にですねとか、まあ、ブログの方で、また記載しておきますんでね、やっぱこういうエキゾチックレザーっていうんだから、やっぱり仕入れる時もそうなんですけども、まあまあ根は張るんですよね。その中でやっぱりだけどもなんかほんの少しでも
なんていうの、たとえかけら、かけらとしてもですね、非常に美しい魅力を持っている素材なんですね。だからなんかそれをね、身近に感じてもらえたらなと思いますしね、日常使いの中でね。例えばもうこれもこういうね、これは例えばもうこれ象ですよ、エレファントね、とかでもやっぱりね、非常にこう何とも言えない肌触りというか質感、そういうのもですね、ぜひね、お手元に持ってですね、こうめでてもらえたらなと思いますしね。いろいろなね、使い方できますよ。だからまあ、あとまあリングね、ネックレスのとこにこうね、通してこうポロンとするだけでもいいでしょうしね。なんかいろいろ使い方はいろいろあって、まあまあ例えば、まあ、これをね、まあ今これ使ってるサイズと一緒、68センチ、64か65ぐらいね、のスカーフですけども、これもね、例えば、なんかやってみましょうか。ね、まあ、これもね、後で YouTube にね、流して、アップしますんでね。これもバイアス入れて、ね、こんな感じでね、よく、まあ、こういうね、こうしてで、まあまあこれをね、まあ普通に、例えばね、まあ、これを普通にもうくくっても全然大丈夫な、なんていう、いい感じになるんですけども、せっかくやったらね、こうストーンとこうした感じがいい、ね、まあこれ例えばこれ、トカゲね、トカゲ、これもね、すっごい綺麗なんですよ。リザードって言って、まあ、いうレザーなんですけども、まあよく、最近いろんな型を忍んでよく見るけど、こうリアルな、そのものってすごくね、独特のこう、趣というか、このものがあってですね。で、この種類はね、まあ、この土台の、スチールパーツ、のはゴールド色とシルバー、まあ、ニッケルなんですけど、シルバーですね、2色ありまして、 どっちはこれ今ゴールド、たまたま持ったのゴールドですけども、あんまりね、見えてるところも、もうここがちょっと見えるだけなんで、どっちもどっちかなって感じですね。こんな感じでね、主張が強いわけでもなく、弱すぎるわけでもなく、程よい感じでですね、ちょっとまあ大人な感じ、それがね、演出できるんでいいと思いますけどね。そんな感じで、スカーフリングのですね、ずれ落ちない止め方もこのを実践させてもらいました。そんな感じで、またこの動画が良かったらいいね、高評価ボタンもよろしくです。まだこんな感じでちょこちょこアトリエの様子とか、またね、発信できればなと思っております。それではまたお会いしましょう。ボビーアトレザーのボビーでした。じゃあね、バイ。